はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ポケモン XD 闇の風ダークルギア続きをやっていきたいと思います。あ、なんだ、回復マシンあったし、ここにわざわざ回復しに戻ってました。これだけかな。あ、パソコンもある。あ、で、誰か一人いるな。こんなところに来るなんて可愛い顔してるくせに大胆ね。倒すのは惜しいけれど、あんたを倒してデズゴルド様に認めてもらういいチャンスだわね。グライナーと脅し、やばい、ダブル威嚇、ダブル威嚇か。ダブル威嚇痛くないよ全然。グライナー使いたいな。ダブル威嚇は問題ない。どうしよっかな。さあ誰が来る。ザングース。惜しいなあ。ザン、うお、かわいい。シャドーボール、シャドーボールは十分物理技なんで候補に入りますね。でも悪タイプと被ってるからな。どうしよっかね。波乗りで落ちますかねこれ。よしよしよし。さあサクサクいくって。サメ肌。サメ肌か。今一つでこんだけ効くってやっぱり。サメ肌っていくつぐらいでしたっけ、耐久50あったかな。防御特防同じくらいだ、同じくらいだったよな多分。ひまわり、ひまわり首が長いですよね。こうサクサクっといきましょう。サクサク食らえさあ。ひまわりは30だからな、遅いんだよ。倒せ。よし、ちょっと不安だったけど、やっぱりタイプ1になったことによって全然違いますね、パワーの頃と。消えた。これ登っていけばいいんですかね。ちょっとレポート書いとこう。うわー、すげえいっぱいいる。あれ、またそういえばアゲートに行ってなかった、ずっと。すげえアイテムいっぱいある、いっぱいあるけど、いっぱいトレーナーもいるね。あははは、こっちには誰もいないと思っただろう。いや、誰が来ると思ってたよ。バクーダとマタドガス、いいね。バクーダ一発で落ちるかな、波乗りで。さすがに進化したから落ちると思うんですよ。特
足技で攻めれば、マタドガツだって怖くない。バランスがいいですね。ちょっと防御が低いけど。ベトベトン。ちょっとまずいな。よし。さすが硬い。ギャロップ。ギャロップか。波乗りで削って、あ、でもどうしよう。一旦電磁波を巻きます。で、多分この人もう一匹ぐらい持ってるんじゃないかな。ダークポケモン。ギャロップって確か速いですよね。確か100以上あった、確かに。105くらいかな。わ。わあ、でも結構効いた。ギャロップはそんな硬いポケモンではないですよね。あ、溶ける。溶けるか。これで要塞と化したぞ。一気に落とす。あ、間違えた。よし。毒タイプ特殊耐久、多分ナンバーワンの、多分ナンバーワンですよね、ベトベトンって。ほら、耐えるもん。 HP が100で特防105かなんか。 HP が105かな。とりあえずどっちも100以上あるんですよ、 HP と特防が。ただ防御が確か65くらいしかなくて。マグカルゴ、マグカルゴもか。まあ第4世代ではお世話になりましたね、マグカルゴね。危ない。どうしよう。あうあう何もできないな。とりあえず炎タイプ安定化で、また電磁波を巻きましょう。マグカルゴっていうかマグマックですね、俺は。お世話になったのは、その何、炎の体、部下要員として。ナスキルはマックスですよ、ずっと歩いてるから。ちょっとやばい、地区が、地区やばい。おーい。回復し、あー、どうしよっかな。回復優先か。とりあえずダメージを与えておこう。あ、でもどうせ戻るからいいかな。いや、かわいそうだ。助けてあげよう。なんだそれ。防御力やばい。防御力はやばいって。強くない？ 2 匹同時に、しかもガクッと下げるっていう、やばいですよね。強すぎ。おお、いい削りだ。
危ない。やばい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 。おお、ナイスひるみ。回復してボールを投げる。HP 低いな、2人とも。しょうがないか、60、70ぐらいか。サンダースは65だったかな。覚えてませんが。よし。まあ、とりあえずこの体力と状態以上なら捕まるでしょう。問題はこの人だ。あ、やばい、防御が元もつないのにどんどん下がっていく。よし、よくやった。いいね、どんどん進もう。どんどん進んでどんどん行こう。あっ、もう一人いたのか。ノクタスとキューコン、いいね、好き好き。ノクタスいいですよね。キューコンも割と好き。さあ大丈夫かな。ああ、いっぱい持ってるな。どうしよう。ああ、結構食らったな。またか。よし。キノコで出そうかな。とりあえず全員のレベルを40ぐらいにはしたい。こう出す。やめた。キノコはちょっとお預け。波乗り刺さるな。あ、でも、あー、でもコータス出してみよう。ちょっとレベル低いからレベルを上げたい。よし、でコータスをいいとこまで削ってくれ。スカイアッパー圏内、これは多分大丈夫だ。で、コータスは多分遅いと思うんですよ、普通に考えて。うわ、満タイン。満タインって飛行技あったかな。ツバメ返しぐらいかな。変えます。受けられるかな、どうかな。多分マッパじゃ落ちない気がする。で、まあ先手は取れるでしょう。外し、煙幕か。煙幕って困る。やめ、やばい、スカイアッパーもう当たらないぞ。あ、鉄砲がはみ出、あれ離されちゃった。
プロピウス。いいね、トロピウス。トロピウスって結構強いと思うんですよ。なんか収穫でしたっけ、あれをうまく使えたら普通になんか強いと思うんだけどな。どうしよう。まあ、あ、どっちも半減か。まあいいや。硬いな。もう一人いるかな。とりあえず、ああここで終わりにします。とりあえず、はい、回復して終わりにしよう。リライブさせたいな。結構今なんかリライブできる状態のポケモンが溜まってきたから、一回研究所に帰りたいけど遠い。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。